皆さん、こんにちは。こんにちは。ということで、舞台下がり、仕上がってます。うん。皆さん、いかがですか、ね、意気込みとかをちょっと聞きたいんですけれども。黒沢さん。いや、もう本当に、このメンバーでずっとやってきまして、うん、いよいよもう本番です。本番中でございます。はい、本当にもう毎日何が起こるかわからないというこの楽しみ、あのこうやらせていただいてる側もこうドキドキワクワクしております。朝だから口が回ってる私もあの本番、どんな風に、今日の公演どういう風にするか、本当にギリギリまでちょっと自分の中で粘ってみようと思うんで、すいませんけど全然あの昨日とは違うことをやると思いますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よこちゃんは本当に現代の技術を集結させた素晴らしい VR が出来上がりました。VR? やこちゃんね、マスクの跡がついてるんですよ。あ、まだ戻れ肌の戻り率が悪い。あと安定の声のガサガサ感ですね。はい、もう、午前中は NG ですやるんだよ、午前中やるんですね。さあ、男性陣は頑張ります。そうですね、僕らも本当に女性陣を支える、そんなつもりで、はいね、はい、心構えで頑張っていきたいと思います、はい、ね、イケメン3人でやってますんで2人だよ。あ、2人ですね、すいません、どうしても入りたくなりました。絶妙にあの服がいつもなんか3人揃ってなんかちょっと雰囲気が合いますよね。だから気は合うんですよ。だから気は合うの。そう、だから3人でこれからね、なんかやっていこうかなさあ、夏美さんいかがですか。はい、11月28日から4日までやっております。29日は休演日となっております。絶賛公開中でございます。ぜひ舞台下がり見に来てください。はい、はい、ちょっと意気込み的なの欲しいですよ、夏美さんの意気込み。はい、私は何しろ噛まない、出と散らない、出はやらない3つを守ろうと思ってます。頑張ります。はい、皆さん、ぜひ見に来てください。はい。